皆さん、こんにちは。貨幣研究室、ファイナンシャルプランナーの伊藤です。えー、今回ご紹介いたしますのは、フランスの造幣局から発売されました。2021年の、これフランスのですね、いわゆるクリスチャンディオール、ブランドとのコインとの融合。これをね、えー、今回ご紹介したいと思います、まあ。銀貨ですね。金貨と銀貨のリボン。 が、えー、発売されています。今回は銀貨になります。このなかなかね、リボンのね、美しい文様といいますかね、えー、よくできていますよ。10ユーロの銀貨になります。こちらは発行枚数としては多めです。えー、5000枚の発行となってますが、えー、フランスの造幣局の方ではもう完売しているというものになりますから、まあ、 お手頃価格で買えたというところは大きいんじゃないかと思いますね。送料と込みでも1万5千円とか、それぐらいで確か買えたんじゃないかと思いますけどね。まあ、2万円は言ってなかったと思いますけど。なので、非常にお手頃で、かつ、この美しいデザインね。まあ人気が出てもおかしくないかなと。すぐ完売したっていうのも、まあおかしくはないかなというふうに思いますね。 見れば見るほど美しいですね、これね。よくここに、これ、このデザインでよく作ったと思いますよ。あの、22グラムなんですかね、実際のところ。全部純銀だと思いますけども、非常によくデザインされていると思います。こちらね、大変人気あれてもおかしくないかなと思いますね。はい、たまにはフランスのものも。ということで、えー、今回は、えー、ディオールと、えー、造幣局の方が、 一緒になって作ったあ銀貨について、えー、ご紹介いたしました。また新しくね、日本に届き次第、えー、動画にしたいと思いますので、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。